あかむみにこんにちはあなたはどんな動画が好きでしょうか私は子供の頃からアニメが好きでよく見ていました今でも好きですが大人になると子供の時とは好みはだいぶ変わってきています今は大人でもアニメ好きは多いと思いますけれども本日はアニメを見るメリットとデメリットについてお伝えしますアニメを見るメリットとデメリットはこちらですメリット 楽しく過ごすことができるストレスの解消になる創造性が含まれる知的好奇心が刺激される夢を持つことができるなどです。デメリットは現実逃避してしまうことがある暴力的な表現が含まれることがある生活習慣が乱れる恐れがある人間関係が希薄になる可能性があるアニメにお金を使いすぎる可能性があるなどです。いかがでしたでしょうか 昔はアニメなどけしからんという風潮がありました。今はそのようなことはありません。誰もがアニメを楽しむことができますし、日本のアニメは海外でも人気があります。しかし、アニメに夢中になりすぎることで、現実の生活に悪影響を及ぼすこともあります。ですので、アニメを見る場合には、のめり込みすぎないように適度に見ることが大切かと思います。これはアニメだけではなく、ゲームとかスマホとか、 趣味全般に言えることかもしれません。本日の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。